はい、こんばんは、しげもんです。どうも。今日はですね、梅小路のジオラマ計画看板部分を作っていきたいと思います。蒸気機関車館といえば、あの特徴的な看板部分、あれ再現したいと思った人いっぱいいるんじゃないでしょうか。どういう風に作るのかというと、これイラストレーターで文字と看板のデータを作っているので、これをレーザー加工機でカットして、看板と切り文字のパーツを作って組み立てたいなと思っております。では細かい作業になると思うので、早速加工していきたいと思います。はい、前回動画で紹介しましたこのミラーを使ってカットしていきたいと思います。で、データはこんな感じ。はい、この文字はイラストレーターで作りましたね。で、カット設定、こっちパラメータを設定してレーザーに読み込みます。はい、データをこっちに読み込んで、あとはスタート押すだけですね。こっち、はい、カットできました。すごい細かい。はい、できました。めっちゃ細かいです、これ。で、文字パーツバラバラなんで、これは持って帰ってちゃんと並べたいと思います。すごいね、これ。はい、続いて看板部分もカットしていきます。設定はさっきと一緒で、ロード、あとはスタート。はい、切り文字できまして、試作ですけど看板組み立ててみました。こんな感じ。これ1円と比べてこの大きさですよ。いいですね。正面はこんな感じ、まあ、うまいこといきそうですね。はい、ただいま、レーザー加工機で看板切り出してきました。はい、細かくて分かりにくいですが、梅小路のこの看板の文字部分と、あとは、はい、このような看板の部分、これを切り出して組み立てて、その上に文字を貼っていくという感じです。はい、文字の部分はこんな感じで、スケール的にはちょっと大きめに作ってるんですけど、それでも結構細かいですね。で、枠組みがこれだから、ここに文字をこのように貼り付ける必要があると。で、先ほど動画にあったと思いますけど、試作がこれ、枠組みを作って、文字と枠組みそれぞれに色を塗って、そして最後ここに文字を引っ付けるという感じです。じゃあ枠組み切り出していきます。はい、切り出したパーツを組み立てます。ただちょっと試作と変える部分があって、少しカットして、あとは接着で組み立てます。あとは木工用ボンドで組み立てる。はい、こうですね。で、ここに足をつけると。はい、組み立てました。こんな感じ。はい、試作と違う点は側面の厚さですね。ここを1段階薄くしました。まあ分かりにくいですけどね。はい、看板組み立て終わりました。あとは着色して、その上に文字を接着していきます。はい、塗装終わりました。文字がこんな感じ。これホワイトを吹きました。で、看板部分がこれ、これはスカイブルーに少しホワイトを混ぜたんですけど、まあ普通のスカイブルーになりましたね。あとはこの看板に文字を貼っつけていきます。で、看板はちょっと多めに色を塗りました。ほいほい、よいしょ。で、ここに文字を貼っていく。うわー、細けー。よっしゃ、行くぞ。はい、とりあえず梅ができました。繊細な作業、ちょっとでも歪んでると変な感じする。じゃあこの勢いでバーッといこう。
同じ字をずっと見てるとなんかもうわけわからなくなってくる。やばい、蒸気の蒸が強敵や。蒸の点々むずい。ちょっと蒸は後でじっくりやろう。よし、最後。よし、そうや、蒸の点々や。これやって終わり。よっしゃ、できた。難関の蒸つきました。ふう、はい、こんな感じ。梅麹蒸気機関車缶、これを作りたかった。はい、いかがでしたでしょうか。梅麹の特徴でもあるこの看板、つけることができました。あと残っている重要な箇所は転車台周りですね。これができれば大体が完成になるんで、引き続き頑張っていきます。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。どうもありがとうございます。画面をタップすることでチャンネル登録とこれまでの工作を見ることができます。ぜひ登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではさようなら。